倉春閣、2017年撮影。倉春閣は、善光寺や城山公園に近い、長野市東の門町に存在していた、私立の公会堂の名称。倉春閣という名称で呼ばれた建物は2つあり、最初のものは1908年に木造で建設され、1949年に火災で消失した。もう一つは、1967年に完成し、 長野市障害学習課の所管となり、正式名称は上山公民館別館で、急増春閣とも称されていたが、2018年3月31日をもって閉館した。前行寺に隣接する長野市の上山には、地元の有志等によって1886年に建設された建物、上山館があり、市政を敷いた長野市は1898年に、これを買収して、 私立の公会堂として運用していた。1908年秋に、上山で一府十県連合共進会が開催されることとなった際に、寄品接待用の施設として、上山館東館が野外音楽堂などと共に建設され、これが後に、蔵春閣と呼ばれるようになった。この最初の蔵春閣は、205坪余り、ないし、210坪の建物であった。 この初代の倉春閣は、大正期には演説会や音楽会にしばしば使用されたが、1949年2月6日の火災によって隣接する城山館ともども消失してしまった。1966年、長野市の市政70周年記念事業として、倉春閣の再建が決定し、建設が着手された。 1967年5月2日に完成した倉春閣は鉄筋コンクリート作りの4階建てで結婚式場などとして利用されるようになった。その後、利用者が減少したこと、雨漏りがあることなどから1998年に廃止を検討したが、1階にあるホールはダンスサークルなどに人気でもう10年は使えると当面の使用を決め、2006年から 上山公民館別館という位置づけとなった。しかし、雨漏りが悪化し、外の非常階段は、表面のコンクリートが一部剥がれ落ち始めているなど、老朽化が顕著になったことから閉館することになった。2018年1月から蔵春閣の歴史を振り返る催し、さよなら、蔵春閣が開かれ、閉鎖された。ありがとうございます。